1B が西チーム、先方がキアブイさんのアズライル、 2B が東側がブレアさんのここの A。ごめんね、できれば選手は座ってもらってる、いいかな、ちょっと俺が見えなくなっちゃうから。あ、一応メインモニターとラグねえか、大丈夫か。はい、さあまずは先方戦見ていきましょう。この組み合わせどうなんですかね、まあ、個人的にはここの使ってる限りそんな楽ではないかなと思う組み合わせなんですけども、さあまずはグラビトンを置いて、さあ雷設置から火球弾き、さあうまく飛び道具を取らせないために火球弾き、素早い飛び道具で牽制をしていく。さあそれに対してキアブイアズライルは特に焦る様子もなくじりじり歩いて相手を画面上に置いていく。グラビトンで押し戻して、さあ雷で裏回り当たってしまう、これは一気に画面足、前 B から B 番が決めて 8B、C から 3B 取ってしまう、ここでバーストを吐いて、さあこれはグラビトンのアクティベートからの雷はジャンプでしっかり避けてまたウロウする状態、さあグラビトンを置いたりしまったりとうまく収納を使って立ち回りにくくとしますね。ここで前ダッシュからジャンプ B がかくらず転移として立ち A が当たって画面端なので 2C からコンボが決まる、裏回り、さあ裏回りからの、ガードして立ちに当たってしまう、さあおっとこれ前 A カウンターから 2B からダッシュが繋がらない、さあお互い体力がほぼ5分、これは 3C 当たってしまってしっかりコンボを決める、さあここはアクティベートの同技で、さあ距離を離して立ち回り、さあこれはジャンプ B が裏で当たってラティから攻め系して、さあ残り時間がもうない、ジャンプ当たって第一本選手はブレア、ここまで。さあお互い焦らないということで時間をうまく使っていくので、勝負を決めたのもタイムアップと、さあ無理に攻めないっていうのがやっぱりすごいアズライル側の、この組み合わせの重要なポイントだと思うんですけども、それがあだとなってしまったが、さあ亀梨的を張り付いて中段からここは天を使って逃げていく、さあ時間だ、あっとアクティベートしてしまった、さあグローラー気にしてあっとタッチフェイダーの危ないところだがここは打ち込んだ、さあ画面をうまく使っていくのはブラゴコメ、飛び道具と、重力制御力をうまく使って、ここはテーザー、今のジャンピーがかくってそうな怖いポイント、あこれはしっかりコンボ判断がうまい、前2回決めて2C から B1 か画面がしカウンターしてしまう、さあゲージを吐いて一気に画面足で持っていく、両弱点コンボにはいかない、さあ受け身がありの連携だったが、テーラが通って、これはバスを使っていく、さあ火球を使って、なんとか立ち回り有利に状況を作っていきたいが、ジャンミシン一足が、三振通って、これはゲージを吐いていく、バイビービーバスター、さあ、亀梨、このワンチャンス。裏回り、あと裏回りたち当たらず、チャリシ当たって、データから投げが通る、アクティベート、あっと、ただ、オーバードライブ使う、さあ、体力ドットのオーバードライブは時間が長いぞ、影使う、これはうまくジャンプでかわして、さあ残り時間が怪しいところ、2ラウンドともタイムアップで先鋒戦勝利したのはブレア、ここまで。わざわざご苦労なこと、
ちょっとね、あまりにも盛り上がりすぎてお店の最奥地まで響いてしまってということで、マジか、はい、あの店員さんの方から声援がちょっと激しすぎたらしいです。ちょっと盛り上がりすぎだよってさて、グラスクさんですね、西は。そう、西は西田、ここのに対してラスクグランディアさんの定位が合わせてくる。あ、できればね、ランニングベルトも入れてほしいな。さあ、アクティベートはないから、それはしっかりジャンプで回避して、下級を使って、ここはエースで 2D で重力つけて、さあ、ここはバットワリについていく。タッチでタッチでタッチ B、ディレイをしっかりかけて、投げはジャンプで回避。ジャンプ B からコンボを決めて、ダメージを運ぶ。さあ、重力がついてる間は無理はしたくない。下級からもう一度かけ、ダンシーからここはディフェンスはないのでコンボにはならないが、さあ裏回ってジャンエクータイク前に当たらない、当てない。中段通ったところでバス使う、中段当たってしまう。この位置はしっかりコンボ選択、しっかりさあ投げ釣りの前足当たって、これはいくらテイガーでもちょっと怪しいんじゃないか。さあ超下級から弾かずそのまま安定コンボでしっかりボスキル。まあ一応コメントも拾いそうなものがあったら一応拾ってはいきます。さあ2ラウンド目も立ち回りでオプションをうまく使って立ち回っていく。さあ無理はしないで細かく、おっと今のは打球ヒット確認からのアクティベートをしっかり決めていく。さあ打球アクティベート B バンカーまでしっかり決めて、さあ前 B 通ってしまう。さあここで触っているのはここの辺、投げを警戒したマイシーだが右をガードすることでガーキャン使って、さあ重力ついているので無理な攻めはちょっとしたくないが、西はガード、さあこの重力、あっと裏回り当たってしまう。さあ B バンカーまでしっかり決めて、さあリバーサーエースレッジからスパークボールが使わない 2D で締めて亀梨立ち A 3C から、さあこれは置き攻め重視、あと今のはヒヤッとした場面、 2D をガードさせて重力をつける。 3C からこれはゲージをしっかり使って、さあ高いぞコンボが、あとミスってしまってジェネが決まる。さあこれで体力逆転した。リバサ 3C バースト使う、あーっと B バンカーをバックステで避ける。さあラスクグランディア選手が一歩取り返した最終ラウンド。さあこの位置 2A 当たるバーストを最速内でいく。さあこれはテイガーなら2ラ1ラウンドに2回バースト使えると判断しての早めバーストでしょう。さあ中央で3500コンボ決まって、さあここはしっかり下級を読んでいた。スパークボルトで差し返してダメージだよ、これは C ドライバー決まってしまう。さあ枠捨てに 2A が空中ヒット、カウンター。さあここから体力リードしているのはここの絵が裏回り、これはバーストはたまらない。さあ胸はここの絵が2人撃破ですね、2連勝をして、さあ3人目誰が出てくるか。
さあ西軍迷ってますよまあさすがにね、もう開幕2人抜かれるとなかなか難しいものがありますね。さっそく迷ってますね。西軍の様子もね、ちょっと映したいんですけども、配信席からちょっと遠いもので申し訳ないです。そうですね。さあ3人目決まったっぽいぞ。小池のライチが席につく。小池さんのライチ、これは来ましたね、ボスが。まあなかなかにボスですね。ボスが来ましたよ。僕が対戦してきた中だと、ちょっと小池ライチがここの一戦一番うまいなっていうのもあるぐらい。そうですね、ひろゆき杯でも相当活躍してましたからね。ここの一戦うまいプレイヤーなので。はい、ライチフェイリング高校の A。 さあ西軍3人目、小池雷一対東軍はまだ先方、プレイヤーここの A 見ていきましょう。まずは開幕両者下がる。さあここの A 側はうまく飛び道具をまずは巻きたい。さあこれは天井からうまく噛み合って、さあこの位置ジャンピングをさせて中段カットしまう。ここはバスト画面端を維持したい。ジャイクザイクガードが落とせず、あー今のは怪しい抜け。アクティベートジャンク打ち出し、ジャンピング当たって画面端。まだライチが棒を持ってるからマシな状況ではあるが、さあ今のは最速発生。さあこれはしっかりすかして、あーっといろいろありましたね。ジャンピーから 2A がつながっている。今のタイミングでつながるのはなかなか強いですね、このキャラ。ああいう部分が攻撃の強みですね、やっぱり。さあここはジャンプ 2A。 さあお互い空間をうまく使っていく。ジャンピーカウンター、これは美味しいコンボが決まってしまう。いいバッターからマッチ沈め。さあこれは昇竜系がいい。裏回り、裏回り。さあ今のは、裏と見せかけた表ですね。これ強いですね、強いです、はい、いや伊達にあの激戦区の関東で予選取ってないですよ。そうですね、ビッグワン代表。あーっと毎週、いや、横浜の、あー横浜のタイトルステーション代表ですね。さあこれは開幕一気に4戦奪ってチャンピオン悟る。さあいろいろあって、さあアクティベートジャンピー、あれがなかなか機能しますね。ジャンニー D から画面足を背負わされてしまう。しかしでも下段が通って、さあライチのコンプはですね、やはり画面足と状況維持がなかなか強い。特殊すると下段が通って下段、さあ今の下段はガーキャンボスに回っている。ライチのコンボ、1回1回のコンボ単価はそこまで高くないんですけども、状況がやはりよろしい。中段からこれはコンボを決めて決まってしまうでしょう。さあ小池が取り返して最終ラウンド。開幕三振に出して低空ダッシュ。さあ、ここまでのジャンプ B を、よく、まあ、空中から攻める際に使ってるんですが、あのジャンプ B ですね、初段だとライチの 2A にはほぼ勝てないんですよ。だからジャンプ B 2段目をうまく当てるとライチの 2A にも勝てることが多いと。この辺出し方がなかなか難しいんですけど、ここはバックスガーの前半を読んでジャンプ A から空対空画面端でコンボが決まる。最速発生やってしまう。しかし前 D はつながらないが、さあ DD は、空中逃げたがその後の状況が良すぎる。特殊攻撃攻め、中段ガード、下段、いや中段か、当たってしまって、さあしかしながらこの指導であれば2戦ちょっとで済んでいる。受け身を取らない、これは怪しい。まだ死なないか。さあジャンディアがしまって、さあ上も 2A 対空。
さあここで小池大地が先方のブレア、あ、小池大地がブレアさんを止めましたね。ようやく一矢反撃成功しましたよ。やはり細かい部分で立ち回りの選択肢とか2泳体育の使い方が最後もポイントになりましたけどですね、細かいポイントが相当切れてましたね。まあ、あの位置、ここの絵がジャン A を出すかジャン B を出すかっていう部分があるんですけど、ジャン B だと2番目に絶対ならないので、まあ、どうやってもジャン A だと 2A で落ちてしまうので、どちらにしろ 2A が、ほぼ完全対空という状況でした。そこをしっかり 2A で落として小池大地が3人目にしてやっと取り返す。はい、現在の進行状況なんですけれども、配信を、ご覧の方は、はい、番組の説明欄に書いてありますリアルタイム進行表という URL をご覧いただければ、確認することができます。ぜひとも合わせてチェックしてみてくださいね。で、それと同時にですね、配信を開始しましたよっていうツイートを、行っております。こちらですね、ぜひともリツイートしていただけるだけでも本当に嬉しいので、ご協力周知よろしくお願いします。 Please select your character. はい、ということで次は三剣さんですね、出てきましたよ。大ボス、大ボスですよこれ。さあここで東軍は三剣のここの絵を出してきますね。こちらもなかなか強力なボスキャラが、まあ、15-15全体的にボスキャラしかいないんですけど、そうですね、誰が出てきてもきついみたいな、うん、でも相当のラスボス感はありますよ、三剣さんで言えば。そうですね、あいつが発するオーラは相当ラスボス感ありますよ、はい、さあ3人目対地方、さあ早速、駒投げで崩して、これは画面端まで到達はしないが、ほぼ画面端、コパン投げは仕込まず、さあ自分の画面端を背負いそうだったのですぐに中央が逃げていく。ここはつばめ返しで切り返してガードしけしてる。さあ立ち入りいかんだが、あと前立ち入りになったんでしょうが、ガード入れた前になってしまった。これは落ちシール、ベーラガードスターギャー使っていく、前ビーになってしまった、中段食らってしまう。バースト使って、さあ今のは、4人のところでゲージが入ってたので、まあ、バースト使ってもいいという判断でしょう。さあ画面端熱波をしてしまう、熱波は許されません。さあまず大事なのは小池大地が選手、ダイナウト、さあ開幕またしても制するのは三剣狭間、画面端投げに対してはつまめ返し。さああのはずはどんだけ強いんだという感じの勝利なんですけども、フォローが効かないということに関しては若干弱いかもしれませんが、それ以外は全部が最高性能。さあ画面端コンプを決めて、さあ中段から中段、ここでバーストを使っていく。さあコンポにはならず、下段刺さる、中段刺さる。さあ勝ったのは小池大地、なんということでしょう。やっぱり小池大地はもう今はちょっと一線から退いてしまいましたけど、あ、そうなんだ、かつての少年ライチのような力強さを彷彿させる動きをしてますね、はい、やっぱり最後の前へ前へとか、うん、途中の100歩、うん、あれなんかもう完全に少年を思い出させるような、ここで打ってくるかみたいな感じの選択肢が多いですね。なんかもう通してきますね、強いタグをちゃんとぶっ込んできます。いや、まあ小池さん、僕はもう完全にヤクザプレーだと思ってるので、いやまあそうですね、うん。で、リスナーさん、マイクのバランスどうですか、大丈夫ですか、何かあったらコメントお願いします。少しでも、うん、実況とか
音上げて下げてとかあったら言ってくださいね。そうね、力の小池らしいよ、ま、力の小池か。そう、力の小池、技の井口を、ライチ使いのガリレオね、まあいつだもんね、配信で、うん、え、そうだっけ。そうそうそう、え、奈良三刀身の話じゃなくて。奈良三刀身はまた別にあるから、うん、ライチ使いのガリレオが一番弱そうな個性はっていう、ね、感じするんだけど、はい、で、東決まったみたいですよ、3人目。さあここで東が早速カルルを出してきた。カルルというキャラはやはり、上位陣からも最強キャラの一角として数えられている、まあ、言ってしまえば、この団子使っていいか分かりませんけど、まあ、クソゲーキャラというか一生自宅が続いて補正を切られ続けるみたいな、ダウンをするタイミングがあまりないので無敵技を持っていないとなかなか切り返すことができないという。そうですね、まあ、主な逃げるポイントとしてはやはり崩しに来たジャンプ2Cをしっかり直下して、その後の有利フレームを生かすとかっていうのができればまあいいんですけど、それもなんか最速コマンのキャラじゃないとなかなか難しかったりとか。あれ、もしかしてギャスさん来られてる？え、ギャスさんが、ああ来られてるの？来られてる。ない？わかんないけど。俺ギャスさんの見た目そんなわかんないからさ。本当に？うん。ライチさん。うん、昨日配信してたんだけど、じゃあ見ていきますか。さあ3人目対3人目、三方とでも呼びましょうか。三方対三方。さあまずは中央での攻防、ここでブリオがヒット、画面端には行きたくない。さあ画面端になってしまうと、まあ俗に言う詐欺ガーフ、勝利権を詐欺しながらガーフ連携が一生ループするという。さあ A クラッシュから残影が暴れ通しになっている。投げが取って、さあリバーサのブリオはしっかり 2A で潰していく。 2A で行くから、さあここはブリはしない。サメの体力が若干気になってくるか。ここで国士が漏れてしまう。ブリオジャンピー、ジャンエジャンエクタイク。さあここで体力大ボイスか。さあネゲージを回収したい。一通しこれは彼の体力だと死んでしまう。あと決まらないが最後に、さあ一本選手は小池大地。第2ラウンド、さあこの位置カルルがちょっと嫌だ。おお、こジャンニシーはダッシュからのジャンプ抜けていく。さあ今のは最速ジャンプだと抜けられない位置でしたね。そういう細かい部分がやはりしっかりしてますね。さあ前に前シーンから検証していく。さあ画面端に行ってしまったが、さあオーバードライブ、さあ繋がっていない、補正が切れて美味しい形になったがコンボにはいけず、繋がったことでやはりちょっと動揺したと思いますね。今のはいつし、さあ中段はバックジャンプで回避、投げているのは小池大地。さあこの状況厳しいぞ、投げが取ってバーストバーボー、完璧すぎる。さあ小池大地が一気に3打で、これは強いなぁ。お、ガリレオさんが遊びに来てくれました、ね、ガリレオさん遊びに来てくれた。マイクもう一本あるんだっけ。マイクはね、これ使ってよ。はい、ちょっとどうもこんにちは、ガリレオです。アークレボ2013覇者、エボリューション2014覇者、はい、アークレボ2014準覇者、準覇者、あの、小覇王小覇王、あの、ちょっとダサいですけど、すみません、お、ガオ、ここで東側ハゲがカツラを取った。で、ガリレオさん、このライチテイガーという組み合わせどうなんでしょう。
まあまあさすがにライチ有利ですけど、はい、ハゲさんがね、あの仙台で、はい、あの既にミオさんとやってるんでね、はいはいはい、相当ワンチャンスの掴み方で、こちらにはテイガー使いがあまりいない。ああなるほど、ないから、ね、対策者で負ける可能性はかなりありますね。西の方でテイガーで名前を聞くっていうと、やはり、まあ、グランディアさん、コウジ君がもうやってないから、やってないし、グランディアさんもあんまりその出てこない人なんで、熱帯メイン、熱帯メイン、なるほど。だからあんまり対策はしないと思われますね。ちょっと難しいですね、そうすると、はい、まあ、ただキャラ差はやっぱあるんで、はい、その辺を生かしてどう立ち回るかですね。さあまずは開幕、お互い前歩きをした時、はい、いいよいいよさあジャンニーが崩してから画面がそのコンボが決まる。さあしかし第一ゲージがないと単価が安い部類のキャラなので、さあテイガの体力の多さを考えるとなかなか難しいか。直下から A ドライバーで割っていく、知ってますね。さあ今のはツバメ返し警戒か。さああの状況、やはりツバメ返しいくら相手に画面足を背負わせていると言ってもなかなかガードされると A が状況というか位置を入れ替えるコンボが多いので、なかなかツバメ返しは打ちにくい状況だと思いますが、これかなり苦しいですね。さあ棒を持ってないらしい、どうする、下段か取ってテイガのエリアル、これはマグナティックオイル、テーラーブレイク。ナイスのガーキャンね、あのノーマルヒットはかなり状況悪いんですよ。そうですね、受け身取れますね、はい、だからあれがちゃんとニュートラル復帰してたのは知ってますね。やはり、まあ、画面外だからこそより状況が悪かったというか。さあ着地に中段合わせがそこしっかりガードしている。さすがにやってるなこれは。残念からあと A ドライバーは前がいい、まあ、テイガーといえど、はい、本作はちょっと侮れないキャラですね。そうですね、立ち回りのワンチャンスの掴み方がやはり、まあ、以前よりも掴みやすくなってるイメージがあります。マガンまあ、あの下が BD が大事、あと限定上がってますね。はい、まあ、特にライチだと画面中央でしゃがみくらいってなってもなかなかそこまで美味しいコンボもないし、テイガーも振りやすいっていう部分はやはりあるんじゃないかなと思います。まあ、しゃがみくらい意外と美味しいですよ。まあ、あるんですよ実は。あーなるほど。さあここはガーキャン、まあ、ガリドさんは過去にテイガーも使っていましたし、あったっけなー、忘れちゃったなー。まあ、僕は CT の頃はやってプレイヤーとしてやはりゲームやってましたので、はい、終わりましたね。いやもう僕は病気はもう克服したんで、はい、もう許してくださいそろそろさあ小池ライチが日本も取り返して最初ラウンド、しかしバーストが 25% ゲージが回収されてると言ってるところ、一通A読み、オーバードライブを使ったことで、まあ、磁力は溜まったので、これでまたライチ側も下手に不用意な技は振れなくなったかなという感じがします。パークが溜まるとやはり罠は振りにくい。下段がどっつばめが一緒に、あ、しっかりと振ってますね。さあ下段通って、これは辛い。さあこれは受け身ぐ、前後転も、ダメという、まあ、完全置き攻めにいける置き攻めですね。このザップ D はテイガーって投げキャラなんですけど、足の置き攻めが最強クラスなんですね。そうですね、このキャラの置き攻めちょっとさすがに強すぎますね。強すぎますね、はい、ジャンプしている、今のジャンプしてるのやばいですね。いや、嗅覚がすごいとしか言いようがないですね。バックしてから通常投げやってるな。さあコンボもしっかり高い、動きがあーっとジャンピング読みの C ドライバーあったから 1-2A、まあ、オーバードライブないの確認したら 1-2A でしょうね。データ高ガード、さあここでバースト。さあ今のお互いすごい判断ですね。あ、今のラピキャンをよくやるポイントなのでちょっと怖かったですね。いわゆる役立ちあ、これはおい、これは美味しいか。さあ今でも小池さん多分一通を打った後に相当判断迷ったと思うんですよ、はい、迷いに迷った結果待ってからの立ち絵と相当なアドリブでしたね今。いや、やり込み出ましたね最後の最後に。もうこれしか方法がないの、
いや実際古谷さん最初乗ってたんじゃないですか、あの流れから4立て、はい、そうですね、さすがに強すぎますね。いややっぱあの男はまあな2代目少年みたいな、2代目少年みたいな、ヤンマルザーみたいな、まあそうですね、ヤンマルザーみたいな感じなんで、まあライチならね結構わかるんで解説もできるかなと思いますんで、まあ小池さんがいる限りはまあいようかなと思います。さあ東軍、これはなかなか誰を出すか決まらないでしょう。これ東側ってライチ担当って結構実は少ないんじゃないですかね。いや多分ライチ戦得意なのが僕の知ってる限りで、まず鉄を、鉄をでそれ以外で東、量産が結構やってるっぽい。だ量産は多分野倉担当みたいな部分もあると思うんですよ、キャラがね、キャラ的な意味で。なので、まあ、僕の予想というか東軍で誰が野谷へ行けるかというと、意外と僕高野君もライス戦うまいんじゃないかなと思ってて、まあ、流星君を出さざるを得ないのかな、これは。で、僕の見てる感じだと高野、先、鉄尾がライス戦うまいですね。流星もライチを一時期触ってたので多分相当ライチ対策はしてると思うんですけども、まあ、ライチ使いとしては一番やりにくいのは流星君のカルル、まあ、彼結構あの熱帯でやってもらってるんですけど、まあ、使ってただけあって相当、はい、ライチ戦の連動が高いですね。多分うどんさんがあんまりライチ戦やってないと思うので多分出てこないんじゃないかな。まあ僕もうどんくんがライチ戦うまいってイメージ全くないですねお前え見てないから下手なんだよ見たことないから下手なんだよわかるお前だって CS の時やってねえじゃんうわすごい人数来てくれてる、ありがとうございます。何人いるんですか今。2200人。いや、すさまじいことになってますね。やばいですね。あ、スイッチの方は分かんないけど、スイッチユースト、スイッチで900でニコ生に200人で、ニコ生がやばいですね。ユーザーイベントでこんな人が集まってくれるなんて。実際会場の方にも、まあ、選手を含め大体70名から80名ぐらい、いやこんなね来ていただいて本当ありがたいですね。いやまあ本当ね、そういう話は、まあ、本当は終わってからね、今回大変だったんだよみたいな話は、そうですねいや感謝しますよ本当に。あ、東がここはリーサルウェポン出てきましたね。先ここの前、先さん来ちゃったか。宮永先が出てくる。阿長に一回来られてて、そうですね、アテナの方にも一度行かれてましたね。何回かやったんですけど、これはうまいでしょう。うまい、うまい。先ここの前って多分関西勢かなり謎に包まれた存在だったんですけど、実は相当強い。いやこいつはまあなかなかすごくて。あれアズライル。いやアズライルも使えるんですよ、レイチにも使えるし。あ、じゃあ結構マルチゲーマーみたいなとこあるんですね。まあマルチなプレイヤーですね。まあ僕の、印象というか、まあ、僕のイメージで話をさせてもらうと、先ここの絵は僕の中では多分表に出さえすれば、はい、てっぺいに並ぶ、まあ、ワンチャンてっぺい以上もある、以上もある、それはここの使いかなと思っております。かなり期待できそうな組み合わせですね。開幕達成からさあこういう部分が、やっぱりその肉弾戦が相当うまいイメージがあります。で、まあ、地上戦がまずうまいんですよこいつ。さあ今のは勝利の読み、今の 5B おっしゃる。まあ、コンボ判断も完璧ですね。最大取ってくる、あの辺はちょっと僕東の人間でありながら小池君と一緒熱帯やってたんで、あれはサトシユズリの OB ってことでいいんでしょうか僕があまりにも三振の後に変な予言するんで多分向こうが怒り始めてサトシ仕込みの OB 出ましたね。じゃあ
うわ、今のは今でも運がいい、いや、ここの映画のミスですね、一応やはりあそこはジャンミンに何でも当てるようにして、飛びをかぶせていかなきゃいけないってことなので、まあ、ここの飛びに対して 2A は結構、ダメですね、結構ダメです、ね、あんまり勝てない、ここの絵の、はい、崩しってあんまり強くないんですけど、ハチさんは相当投げ関連の崩しがうまくて、あんまりキャラの弱点が関係ない、あーバースト読んだ、もう本当にプレイヤーが強いっていう感じのそうなんですよ、これはまずね、表に出ないだけで関東のリーサルウェポンです、本当に。さあこのゴービー、あのギルティギアでいうとこのエンドチップみたいな部分あるんで、あーなるほど、マジでジョーカーです、まあ、西野ジョーカー、小池は負けてない小池はもうちょっと認知度高すぎてジョーカーにはならない、ジョーカーになれないかなちゃんと切り返していくもんな、さあ今の 2A、ジャンプ B 2段目の当て方ですね、やっぱ 2A はやっぱ不正解なんですよね、相手側は、でやはり 2A でジャンビーで通されてしまうとすごい痛いので、投げ取って、これはファースト溜まりますかね、いや溜まるけどちょっと状況きついか、まだわからない、ないじゃなかった、あるあー送らせげだ、うわ後ろ歩きからの 2A さすがにうまかったっすね、今のは、今のなんか格ゲーうまいっていう感じしますね、さあ西軍が負けたところでちょっと西側にもどよめきがありますね、小池さん抜かれんのはちょっとこちらとしてもかなり厳しいんじゃないでしょうか、あのガリナさん戻らなきゃって思った瞬間戻ってます、今めっちゃ戻りたいちょっと戻りますわ、はい、わかりました、ありがとうございます、ありがとうございました、はい、現在、決まりますね、これは西側はポロピッチョさんですか、あ、違う、来ましたよ、グリーンデビル90の最強革命が来ましたよ、ここでグリーンデビル登場です、はい、サブさんお願いします、はい、さあ、元関東勢で現在は九州勢と、開幕投げを潰していく、これはもうあの言ってしまえば、もともとフィルムさんはやはり埼玉の方によくプレーされた方なので、まあ言ってしまえば身内戦のような感じがありますどんだけ身内を見たみたいな感じの前足ですけどマゲが通るどんだけ身内読みだみたいな、これはセンターしか全部通ってますからね、やばいですね、悪魔体重うまいですねまあ、あの埼玉にはやはり悪魔が2人いるので、そうですね、はい、あのフィルムという悪魔と阿久津という悪魔がいたので、あーいましたね、とんでもない悪魔が2匹いるんですわさあザンビが立ちに当て身をしっかり潰して、さあ体力リードがどんどん広がっていく、さあ着地中断、ファースト使って西対空、さあこれは減るぞ、さあこういうコンボ判断いちいち早いですね、クリムさんは、ほぼミスっても5000減らしますからね、あ裏にも当たる、ここの絵の昇格からアブソリュート、ここの絵が先、ここの絵が見立てして、これで星数並びましたね、星数並びましたね、星数はそうですね同じじゃないですか、これでできれば配信の方にも見えるように書いてもらえると、何を、何人目かっていうのを、あ書いてあります、あ大丈夫ですか、うん、あの進行表で、はい、対戦しているときは、はい、東何西何って、はいはい、あれ何人目っていう表示になって書いてあります、ありがとうございます、
さあこのジョーカーに対して東は、森のり、西は誰を出していいのかと、そんな感じになってますね。さあ、今度はここでね、東のリーダー涼さんが遊びに来てくれました。これマイクこれ使えるから、もしもし皆さんこんにちは、涼でございます。お疲れ様です。はい、こんにちは。いやー、小池先生のちょっと壁が高かったですね。4連敗は厳しかったですね。結構ライチやったらこの人いるでしょうみたいになったんですけど、ことごとくやはりちょっと破ってきたんで、小池さんの壁があれなかなかだいぶ通されたね。倒されました。まあでも結構ね、先が勢いつけてくれてるんで、今、まあ、でもなかなか東がもうジョーカーを切ってしまった感じが、いやいやいや、まだ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 いるんです。残ってますか。うちの強いのいっぱい残ってるんで。はい、なるほど。いやまあこれでもだいぶ困りますよね。一回流れを大きく決められてまあちょっと流れが言うてね、そうですね、状況ではないんで、フィルム白面のあの負け方はなかなか来るものが、先の完璧な人さえ出来上がってましたね。あれは本人は4年前から何も変わっていないと煽りを申しておりましたね。もうだって前シーン2回通して投げ2回通して終わりみたいな。いやいや、向こうは雰囲気がねちょっと今良くないから、フィルムさんやはりその人的に読み合いが強いというか、そういう部分があるプレイヤーがああやって一方的な読み分けをしてしまうと、なかなかチームとして ねガタガタってくる部分があるんで崩れますよね。まあそういう意味でやっぱりさっきのも言いましたけど、小池さんのちょっと壁だいぶ高かったですね。小池の倒し方も良かったと思うんですよ、さっきから。いやー、やっぱり詰めてましたよね、本当に細かいところをしっかりと、すごい上手い倒し方をしてて、あ、こいつうめえんだなっていうイメージがあった上で、その後のフィルム白面戦で読み合いもまた強いみたいな、こいつはどっちやらせても強いんやっていうのをちゃんとね見せられたと思うんで、そろそろ決まるかな、西の方だいぶ悩んでるやん、ほんまに。一応、基本的に全試合に対して3分程度の、選手をはいはいはい、次誰が出すかぐらいの余裕を持たせれるスケジュールにはしてるつもりなので、一応今の段階でほとんど迷わず皆さん出されてたので、まあ、ここら辺が一番悩むところ、選手層も多いところなんで、あ、来たかな、じゃあそろそろ、じゃあ僕の方も応援戻るんで、はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。ありがとうございます。東の応援皆さんよろしくお願いしますよ。はい、では一旦失礼します。さあここで西が出てくるのはまとい九重、九重同郷戦がここで発生する。5人目ですね。はい、西5人目で東が4人目ですか。いや、5人目です。あ、5人目、そうか、4連敗してるんですもんね。はい、さあこれは同キャラ戦はやはり引き込みがどうやってもこの組み合わせ出てしまうので、開幕から、さあ今のはちょっと難しい、体育しか取っている、バースト使わせて、さあ今の状況、さあこれは相模倉、惜しい、ザイクータグから亀足、ピカミヤ中段取ってしまう、バースト使って、さあここはしっかりダッシュで亀足差し込んでいく、ザイクータグ B バンカーで亀足、さあこれはどうなんだ、殺しきれるのか、さあ2位が通って、さあまだワンチャンスあるぞ、バーキャンから雷ダッシュジャンプ、ダッシュから中段、中段ガード、あーっと使って、さあどうなの、前から前足当たらない、2A がたしゃがみくらい、さあまだまだワンチャンスあるぞ、この状況、裏回り下段、前からしっかり落としていく、ディバサ超下級、読み勝っていくのはさっきここの絵、このジョーカー強いですよ。第2ラウンド前へ行く、三振引っかかって、さあ前へ出しが足らなかった、さあ三振の差し合い、この辺はプレイヤーの方が伝えますね。なんとリバスター、まあまあ ID 出てしまいましたね、受け身が取らない、リバンカー詰めで大きい攻撃選手の状況が取れるぞ。さあここでゲラの選択肢、左側ドン、大倉瀬ゲタン、
これはバースト使っていく、勝ちに行く、投げが通って、さあまだまだあるのはこのコンボのエドユキャラ。あー今のはやばい、対策っぽかったんですけども、しっかりはまらず、今のはですね、多分角の弾き部分が当たって、角の弾きが当たると、画面がついバウンドしてしまうので、まだ決まらない、バキャンで壁バウンドしたところで拾い直すっていうのは多分そういう構造だと思うんですけども、まあバウンドというか、下級の弾きの方向がちょっとずれてしまったと思います。さあ1日状況で先ほど開幕前進、さあ前転、あと転移をすると思ってしまったか、さあ回り画面足、さあちょっと遠めの中段から中段など、あと転移が通ってしまう、位置が入れ替わって、バキャン投げが通して、さあまだまずいここまでバーストが溜まる状況ではあるが、バキャン、さあこれはバーストどこで使う、向かっていく、中段があと最後はアクティベートに虹が刺さって、さあ結構この絵5連勝、とんでもない突進攻撃になりました今のは。多分今のは何だろう、多分2C を出すつもりはなかったと思うんですけど、まあね、うん、まあ持ってましたね。個人的にあると思ったのはアクティベートを読んで転移を入力しておいて、アクティベートからの崩しを転移で裏回りつつ、避けてその硬直を取るというような、そういった読み合いを考えていたのではないかなと思いますが、まあ、複雑な入力はね、ああいうことも生みますからね、ドラマは、ね、そうですね、特にここの絵の転移は下下じゃないと出ないので、はい、斜め入力になってしまうとですね、出ないので、はい、Please select your character. お、さあ決まったみたいですよ。さあ、6人目、7人目、6人目か、6人目です、西の6人目、さあ誰だ出てくるのは、お、ブレイブルーが悩みということは、これは辻川さんじゃないですかね、辻川さんですかね、おー来ましたよ、辻川リセチ、この辻川リセチっていう名前何なんですかね。いや俺が打ったら好みで、僕の知ってるチームメイトだったこの辻川さんはもういないと。まあさすがにちょっと直しておきましょう、辻川さんですよ。それでもやはり実力が本物、はい、さあ辻川リセチーム、ね、先ここないですが、さあタッチカウンターから一気に画面端キックまで距離詰めていく、さあ 2B カウンター、アクティベートは残っているがコンボできない、さあうまく重力セキュリティ使って捕まえたな、さっきここで遅らせげなくかしゃがみヒットでバースト使っていく、さあ対空ずらしのアクティベートもしっかり使っていく、さあここでさあ 2C の全体もしか短すぎますね、ガーキャンカウンター出しかない前へ行く、さあ 2C から B バッカー画面端の大きい攻め、中盤取って 2C センター当たる、これはまだ殺しきれないが中段カード下段中段ジャンプミー、この男強すぎる、素晴らしい、なんでこいつ出てないの、アクレボン、やはり関東のリーサルウェポン、
ベガミネイ三振、そう、ここはバックスで回避していく、やり込みが光る、ステインがしっかり、おっとバースト、じっかりでガンピー押してくる、あんだけ前へ押されても対空はどうせ出せない、タブト中断、サスピベイトから中断カード、これは超過球使うが、まだこの星で切れないでしょう、いえガーキャンは読んでいる、さあ1本取り返して最終ラウンド、さあ差し込んでいく、怒らないの耳に差し込む男、どういうことなんでしょうかね、そういうこと普通は考えませんからね、ちょっと用意してる用意してる戦法の危険が高いですよ、いや、やはり戦闘機レベルが高すぎますね、やってるのは吐き上がって、ジャンエーから、これはしっかりアクティベートまで、キャンビックチスト、あっと今のはジャンエー繋がらず、ジャンエー、これはダメージ、さあこの状況オーバードライブ、ステージがあるので抜けられる、当然ですね、これですね、ちゃんと対策ですね、さあここまでの時からタッチシーオーバードライブではなくタッチミーオーバードライブにしても、確か今のは抜けられなかったと思うけど、さあ残影からコンボミスタナイ、さあさあ先物が、さあこれでなんと6連勝、いやー、違う違う、6連勝じゃないか、6連勝じゃないですね、さきさんが今これで4連勝ですね、4連勝ですね、はい、強すぎますねこの男、うん、まさか辻川さんまでほふってしまうとは、西側これかなり苦しくなりますよ、やはり今回、はい、この15対15、はい、アークレボーに出てない有力プレイヤーがたくさん選ばれているということもあって、そうですね、やはりアークレボ2014は西に持っていかれましたけど、はい、この東西戦に関してはまだまだ分からないところがたくさんありますね、いいですね、東はプレイヤー人口が多いだけあって層も厚いですからね、うん、西側これで3枚あったのかな、ここの絵、ここの絵が西は、まあ、2枚のここの絵を消費してしまった形になるので、そうですね、そうですね、ちょっと西側が残っているのが NO、ガリレオ、ドグラ、ポロピッチョ、フェンリッチ、キクチオ、伊藤、コガタン、スーヤと、あ、まだ完全にボスラッシュですわ、それでも西側も、まあ、やはり、昨日の優勝準優勝チーム4人残ってますので、そうですね、で決まったみたいですよ、西の7人目、さあ西出てくるのはボロピッチャー悪名いましたよ、ボロピッチャーさん、この方ランクまでたまにエンカウントしたんですけど、もうそれはもうフルボッコにされますね、やっぱりね光の白面ボロピッチャー、技のボロピッチャー、技のボロピッチャーらしいです、技のボロピッチャー、なるほど、じゃあテクニックに、そうですね、対応してさあテクニカルな動き、でも白面でテクニカルな動きってどういうことなんでしょう、なかなか難しいです、まあ、よくわかんないですけど、まあ、ちょっと注目したいですね、まあ、細かい部分でやはりガード方法や崩し方がうまいんだと思います、はい、さあこういういやらしい連携もしっかり対応しているのがポロピッツ作面、いやさ立ち絵が早い、あーっとさあテクニカルなテクニカルな雪風が見えましたね、これはどう考えても繊細でしたね、しかし画面はみつかないというのは宮永の初めさすがですね、ここまでですね、相模くらいしかもジャンピーしなので、これはノーマルですね、でさあ2往復バーストしっかり対策してる、しかしこれでオーバードライブを潰したという強みがありますね、今は。さあここでポロピッチアーケメンのコンボが決まる、ダメージも入れ替わってるので、さあこれは
投げ抜ける。アテミテクニカルのアテミでしたね。テクニカル。上田のでもやはりここの上の技のリーチをしっかり把握しないと、こっちのアテミなので。そうですね。ほんとジャンピード先端からですね。しっかりアテミを取っていきました。あー今のはいい判断勝ち。タッチして空中感だ。これは減るぞ。さあゲージを使わず、これがダメージ先ほど。さあ裏回っていい感じです。今度判断ミスらずしっかり3000回奪って、さあ今度はバーストがないのでどうしようもない。さあ、設置性判定はなかったですが、しっかり AD が見ないから安心キロとして、さあ画面に走り、さあジャンプに出てしまっていた。しっかりコンボを決めて、さあ秋心の絵が取り返して最終ラウンド。すいません、自分もちょっと東が応援しちゃいました。さあそこは警戒見合いのアウトで攻めてきた。しっかり家で暴れて、あカウンター、今多分入れかけてますね、カウンターということは、はい、家で暴れ、自信暴れ。さあ受け身を取んなかったことでこれはひどいことになってしまっている。この位置家投げ通る。さあ、クレーシドなので、ファストシドなので、しっかりこの辺、ここから変えてきますね。空投げ通って、バースト使う。さあ、バーストがなくなってきたことで、しかし、まあ、おもろいはもうオーバードリブはまだない。さあ、ジャンピー通って、さあ、もう、これはノーマルシドなので、ここ見せなければ、さあ、今度見つかない、この男、気になってくる。どんだけ強いのこの男。アークレモンにはいません。どんだけ強いのがアークレモンにいないっていうならやはり関東怖いですね。やばいですね、ビッグアンジェ強いですね、これどう考えてもね、そりゃ、はい、今こんな感じです。はい、いやーこれ見るとでもやはり小池も強かったけど先の強さもなかなかやばいですね。これだって今倒してる人間5人中4人がトップ8ですからね、アークレモン。確かに確かに、うん、トップ8に、まあ、西陣の中でその5人中4人がトップ8残ってるともやはりすごいと思うんですけど、それを全部倒してくる先ここの絵もう西今総立ちですからね。うん、西今ね、西今総立ちでもう真剣会議してます、これこれは、はい、真剣会議中です。やばいですね、はい、さて、現在の進行状態なんですけれども、先ほどもご案内いたしました通りリアルタイム進行表に、記載しています。リアルタイムで更新しているのでぜひご覧ください。で、今ね哲夫さんが来てくれたのでマイク変わります。さあ、なるべく近づけた形で。哲夫さんお疲れ様です。お疲れ様です。まあどうですか先ここの絵。あれはなんでアークレも出てないんでしょう。いや予選に出てる回数が少ないというのが一番の理由だと思うんですけど、今のところ素晴らしい状況判断能力とキャラ対策見せてくれる。コンボ選択の速さがやばいですね。そうですね、技のボタンを押す、はい、なんだろうね、タイミングとかその選び方っていうのがすごい的確で、あれ2C 通ってるのすごいですよね。すごいですね。なんで通ってるのか全く見てて分かんなくて、あれは天使性なんで、はい、あ、なるほど、猫のキャラの BJ 通とか調べてる、調べてます、ね、なるほど、押せるボタンを間違えない。そして出てくるのはドグラさんのアズレル。アークレモン発射、これは読み勝っている。ああいう読み勝ち、細かいその飛び道具の使い方というか
やはりここの絵は飛び道具の変幻自在な動かし方というのが強みだと思うんですけども、ああいう使い方できるのはやはり相当ここまでやり込んでるというか、やり込まないとやっぱり下級うまくは使えないとどこに行くか分からないので、それがやはり鉄道さんもやり込んで相当研究されたと思うんですけど、最近言うこと聞いてくれないんで何かあのテクイポイントがあったらぜひ解説をお願いします、はいはい、さあここで先ここまでがもう一回グローラー打って、さあこれはスピード入っていくでしょう。さあ一気に画面端反対側の画面端で裏回り、さあこうやって大会で大会でこうやって裏回りの選択肢をしっかり使ってこれるっていうのもやはり強さの一つですね。そうですね。さあ中段通って下段ガード前へは前ですけど足に当たってここで画面端に追い込むバスト、ダンプを読んでいた。3戦奪って、さあ位置を上がる、さあ安心からゲージを入っていく。ここで小倉さんはバースト使っていく、下段当たるリバーサーの2へ、8B が全員にカウンター刺さる。さすがにやりすぎましたかね。これはでもまだ死なない、暴れていく。さあ今のは対空が強いアズラに対して警戒して簡単には飛び込んでいかないが、さあガーキャンガーキャン寄っている、カカア取れない、ジャンピング打った。これどうなんですか、ゲーダーが通ってゲーダーでスラウフ、あーくれば一人破れる強すぎる、強すぎますね。今日相当乗ってますね。これだって今6人抜きですか。わざわざご苦労なことだが今貴様に邪魔をされる。やばいですね、まさかここまでやる男だとは。いや僕はまあ相当強いと信じてましたけど。そうですね。いやリーサルウェポン、本当にリーサルウェポンですね。もうこれで関西側は出すカードが結構絞られてくるんですかね。6人抜きで最初にブレアさんが2人倒してるので、はいはい、残り7名7名、メンツを申し上げると NO、ガリレオ、フェンリッチ、菊池雄、伊藤、小賀丹数也、もうさすがに有名どころしか、まあ、みんな有名なんですけど以上7名となります。本当に強い人しか、ね、残ってない、まあ、キャラかぶせの都合もありますんで、まあ、キャラかぶせもでもなかなかここのようにキャラかぶせというのは難しいと思うので、そうですね、早めにやっぱり関西のここの絵2枚が、倒してくれたっていうのが本当に大きくて、ここのように、待ってたキャラっていうのを結構自由に扱えると思うんで、そうですね、やはり最初にここの絵にかぶせてきたところを全部、先さんがうまくさばいたというか、そうですね、このプレイヤーちょっとやばいですね。これはやばいですね。このまま勢いでいっちゃうんじゃないでしょうかね。そんぐらい勢いありますからね。やはりここの絵戦というと残りのメンツの中ではやはり NO さんがここの絵戦がうまいイメージがあるんですけども、はい、やはり NO さんここの絵戦うまいといえどもなかなか出しにくいというか、そうですよね、まあ、NO さん正直言うたら、まあ、15立てまである可能性を秘めたプレイヤーなので、はい、そんな簡単に西側の切り札を切りたくないという部分もやはりあるとは思います。そうですね、いいよ帰りたい、はい、帰りたいです。みんなのところに戻りたいんで、じゃあありがとうございます、はい、ありがとうございました、お疲れ様です。はい、瀬戸さんありがとうございました。ありがとうございます。西側は長考してますね。さすがにでもこれは考えざるを得ないでしょう。そうですね、言うてもこれ東側5人目だから、もう止めないと、もう止めないと本当にきつい、うん、ちなみにあの、はい、昨日あの リスナー相手にアンケート取ったんです、はい、そしたら東と西どっちが勝つと思うってアンケート取ったら、はい、32% 対 68% で西側の予想だったんですよね、はい、そうなのでこの前線はかなりみんな予想してなかったんじゃないかなと。やばいですね、うん、
特に本当に西のラスボス級のプレイヤーがすでに何名か、うん、倒されてしまっているというのが、ね、怖いですね。怖いですね、うん、でもあれですね、負けてしまったプレイヤーもあんまり意気消沈しないで全力で応援してほしいですね。そうですね、やはり15音というのは、うん、その15人チームメイトがいるというのが、うん、一番面白い部分なので、そうですね、まだ考えてるんですか。いやー、やっぱ正直これは兆候仕方ないと思います。そうですね、やはり西側もまだ、先さん含めて11人、はい、強豪プレイヤーが残ってるので、いますね、残りの7人の中で11人の絶対にこいつを止めるためのプレイヤーを用意しなきゃいけないっていうプレイヤーがまだ 2,3 人、そうですね、いるので、うん、そいつを倒すためにはここでまだ出せないんだけど、でも今この現状を止められないともっとひどい状況になる。はい、決まってみたいです。さあ西側決まりました。出てくるのは甘え衣いました。さすがに出さざるを得ない、出さざるを得ない。レイチェル・アルカード、まあこれはもう納得と言ってもいいですね。この出し方はここの A 9人目、9人目ですね。そうですね、西側9人目、N オレイチェが出てくる。しかし先さんもやはり、本人がレイチェルをやっていたということもあり、やはりレイチェルに対して相当対策を立てるはずなので、ダイブダイブバースト使っていく。さあ今の回の避け方、今の多分すごいポイントですね。今のこういう滝の使い方はやはりうまいですね。レイチェル戦ああいう動かし方は多分相当レイチェルが嫌だと思います。さあ今の前 C は取れてしまったか。カウンター、ここはバース使っていく。さあこれは投げが通って、さあ画面端、カウンターでコンコになる。さあこれはしっかりしている。中華球から補正球を狙うか。さあ今のはアクティベートが出ないというかゲージがなかったのでできませんでしたね。あとこれはどうなる。ターゲット使っていく。あーディレイゲダン、これはかくっている。どうなる。ワンチャンス置き攻めから中段がコンボに合わせて、あー中段が出てしまう。一本選手はエノレイチェル、いい勝負しますね。熱いですね、はい、さあこれはアクティベートで近寄られていたの。さあこの取り方、これが先のここまで戦、あレイチェル戦。さあ画面足中段通って、中段通って、さあコンボが高い。さあ今のは後ろに、磁力を設置することで画面数の隙間ができて、マイハイジャンプをしているここの上が相手の裏に回って他球の、吹き飛びが裏で当たるという強力打球になっている連携なんですけども、めったに見ない崩し方法ですね。そうですね、あれは僕もここまで使ってなかったら知らない連携ですね。ちなみに一応あの連携表もあるので、さあここ最終ラウンドはまずここの画面乗り詰める。メインで中央戻って、しかし風は4本あるぞ。中段角、ここ2度目の中段で出てしまう。さあ風を使って画面端、三振が崩れてゲージを使っていく。下段が通ってしまって、これはオーバードライブを使ってこのスキルでしょう。さあ N のレイチェルがここで先ほどのよ止める。サキさんありがとうございました。それでもサキさん7打手ですか、6打手ですね。
相当頑張りましたね。東くんが一気に優勢になりましたね。これでなんとか鉄板チーム敗退を免れましたよ、うん、鉄板チームの敗退は。しかしこの状況、甘い衣さん、まあ、江上さんが出てくるということは東側も多分これ兆候入りますね。入りますね。果たしてレイチェル戦自信のあるプレイヤーは行くんだろうか。さあ今度はドグラさんが遊びに来てくれました。ドグラ君が遊びに来てくれました。はい、まあ、完全にザコシといういや、あれすごくない、はい、かも完全にザコシというやつですね。はい、申し訳ねー。でも西側は多分相当困ってたね、あの九重には。まあ困りますね。情報がなさすぎるってのもあると思うし、うん、関西来た時にちょっとやったことあったから、うん、でその時別にそこそこ俺が勝ったからまあいけるかなと思ったけど、まあちょっと僕が弱すぎてどうしようもなかったですね、これは。まあでもここの戦はなんか一期一会みたいな部分あるじゃん、刹那の読み合いみたいな部分、まああるね、あるね。ただ俺やっぱ1点だけ、うん、やっぱすげえなと思ったのは、最初のグローラーで下級取りた時に、うん、下級下げられたじゃん、うん、あそこの読み合いだけは、まあ、お互いちゃんと知っててやってて、その上で読み負けた部分だからしょうがないと思うんだけど、まあやし、佐々木さんアズラエルも使ってたから、そうね、やっぱりその部分は詰めてたんかなって思う。あれは相当うまいなと思った、やっぱり。うん、いやまあまあ完全に僕の負けですね、普通に普通に僕の負けです。もう言い訳することはないです。はい、ちなみになんか、うん、ドグラさん噂によると、うん、最近なんかスポンサーがついてくれたとか。その話します。まあ別に告知はしてもらっても大丈夫っちゃ大丈夫だし、まあ、じゃあ一応今 T シャツも着てるんで、今日は着てるんで、そうね、はい、今日は T シャツ着てるんで、はい。ちなみに西側ははい、いやでもまあこれは今関東側もかなり辛いはず。そうですね、西も一気に抜かれて厳しいのは分かるんですけど、西側も江上さんに対して誰を当てるか。そう、ここで江上さんに連チャンされて佐知さんの頑張りをなかったことにされると相当辛い。まあ正直江上さん15人抜ける実力はありますからね。そう、する確率はあるっていうのを考えると、やはり東側も誰を出すのかちょっと慎重になって考えないといけないポイントなので、うん、絶対にここで止めたいっていう。まあそうだね、連チャンさせたくないね。そう、一連で止めたい。特に、まあ、チームリーダーでみんなの士気にも関わるポイントだから、うん、ここで連勝連勝ってなるとチームの活気が戻ってきて、そう、ね、東側としてはすごいよ。でも西側は逆に連チャンしてくんないとちょっときついなっていう。そう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 、まあ3、4連は欲しいね。そうね、4連は欲しい。4回倒してくれれば、あと4回倒してくれれば、はい、逆転、うん、でまあ4連勝で仮に負けたとしても並ぶ、うん、だからそうね、4人倒して欲しいかなっていうのはすごいあるね。まあこれかなりのターニングポイントというか、まあちょっと勝負の焦点じゃないですかね。まあちなみにちなみに仮にドグラ君が東側のメンツだったとしたら、うん、いやもう俺多分決まってるよ、出す人は。なるほど、俺なら、まあ、決まってからぜひ。俺なら狭間かバルケンハインを出す。ああなるほど、狭間かバルケンハインを一回ずつぶつけて、多分一番立ち回りで荒らせるのは狭間とバルケンなんやんか今。確かに確かに、そう、うどんさんと馬の骨さんやから、俺やったらここを当てる。ただ東側、狭間、三剣がもう小池さんに敗れてるから、うん、まあ、西東側も狭間2枚しか持ってないから、うん、おっと
ここで出てくるのは馬の骨、馬の骨バルジェやろ、やっぱり読みぴったしですね。まあやろうなとは思う、バッチリ、うん、ちなみに、うむ、レイチェル・バルケンってどういうポイントを見てると、レイチェル・バルケンはまあお互いを決めキャラやねんけど、どうかな、いやもうほんまにバルケンがどんだけうまく押すかって思うんやけど、まあ正直この組み合わせに関しては結構知識不足。ああなるほど、うん、まあそしたらちょっと画面を見つつ分かる、あっと開幕からあ、まあ、こういうやつで来る、まあ、ノリノリで来るっていうことで嫌だねこれは、うん、レイチェルであの速さに対応するのなかなか厳しいね、まあ、無理、でも今のカボチャのやっぱ対応とかもその辺さすがですね、うん、まあ、早いながらもなんとかしようとしてる、大変にやっぱ来る、あこの状況風が1本しかない状況嫌ですね、うん、さあハマるから、あやり直した、さあ今度は後ろに下がるカボチャがあるのを確認していた、そうこの多分このロベの配置がバルケン戦は強いかな、うん、なるほど、全然ガード、さあこれは中段通って当たらない、さあブレーキ残影、これはさあ決まってしまう最大、まあやっぱりこれかな、この流れ嫌ですね、さあダイヤード開幕ロベからオオカミに斬新でついていくがカウンターしない、さあカボチャからコンボが決まって置き詰めに行きたい、バックジャンプバックジャンプロベで追いかけていく、中段通って、ああこれ崩れたのはちょっと痛い、さあ読んでいたか斬新から、さあロベ中段ガード、下段ガード、いや風がないので、さあ位置入れ替わって、まあ安い、さあここは電気椅子だがこの状況あまりよろしくはない、さあバックして読んでいた、しかしじゃん、立ち位置はまだしかない、もう一回バックして読み、さあ取り返して 1-1、 あそう、あこういうところ押し引きはさすが江野さん、あいや甘い、まあ見逃さないというか、そうですね、ただあのタイミングで重ねるバルケン戦なかなか怖いと思うんですよね、まあ怖い、まあ怖い、さあ完璧な挟みながら、お前は連打するんかい、クータコトリック、ジャンシーから亀足ユーリフレン取って、ここはバースト使っていく、下髪くらいは許せなかった、読んでいた、下髪足コマ投げ、コンボはミスらなければ馬の骨がエンドを止める、これはさすがレイチェル様でございます、これはどうでしょう、野倉さん西側に戻らなくても大丈夫ですか、うん、戻った方がいいかもこれはさすがに状況がさすがに戻るか悪いですね、はい、ちょっと戻ります、野倉さんの知識を西の力に、はい、はいありがとうございます、ありがとうございます、はい、ありがとうございました、これはでも西側マジでやばいですね、これは西側も本当にやばいですね、そうですね、これ馬の骨さんもアクレボ出てないんですよねですね、はい、はい、確か九州まで行ってあえなく敗戦 で、 で、ね、はい、ちょっと待ってください、ちょっとだけ待ってください、はい、すいません、さあ西側もまた兆候入ってますね、まあでもさすがに、はい、なんでしょう、さあ西側なかなかこれは難しいですね、さあ、まあこれもう今の段階で
発表しちゃっていいですか、ね、そうですね、あ次の試合が終わってからでいいかな、ぐらいでやる、はい、さあ来ましたね、技の第一来ましたよ、さあ技の第一菊池よ、さあこれで西側は、10人目かな、西側10で10人目です、はい、さあバルケンを止めるためにはやはり第一、さあジャンピーからしっかりコンボ判断できている、さあアドリブがうますぎる、画面がしでこれはバルケン厳しいぞ、すかすぎなはジャンプで逃げて、さあ立ち当たらず下段が通る、さあ拾えた、今の距離ギリギリの距離がしっかり拾えて狼ゲージを回収、さあ一つタイミングずらしのジャンプし、さあ狼中なブレーキ中なんですね、さあここからさあもう一度ブレーキ中段、さあこの攻めブレーキ中段、さあこの崩し強すぎる、日本選手はテーマボーイのバルケンハイン、さあ名前も優しい中段ですからね、優しすぎますね、確かに減ってない、下段が通る、これはタッチシジョンで減るのでバースを使う、さあチビータイク、さあ画面端に戻して、さあここの読み合いはしゃがみくらい、さあ向こうのあ見せてしまうが中段ガード、さあつまみ出しやっていく、さあどうなのどうなのどうなの、最後はジャンプB、さあ馬の骨のバルガイが2打点、はい、じゃあ発表をどうぞ、はい、ですね、実は本日、村田式最大反撃さんから、まあ、ドリンクの方、ご提供いただいたんですけども、急遽ですね大会 MVP に選ばれた方、まあ、MVP の選出方向はまだちょっと迷っているんですけども、大会 MVP に、選ばれた方に新デザインの村田式最大反撃 T シャツをプレゼントしてくださるということで、なのでね、まあまあ、現状だとまだその可能性高いかもしれないんですけども、まあ、実際どなたが選ばれるかまだわからないので、さあ小賀丹さんが来ましたよ、さあ小賀丹さん、アークレボリューションカップ、先日のアークレボリューションカップ準優勝、まあ、さすがにバルケンにはラグナーかもしれてきますね、そうですね、さあ、さあこれで11人目小賀丹ラグナー立ち入りしか通していく、さあヘルズファング、下段が通ってバースト打つ、バックスに引っかかって画面足いけなかど、しっかり直撃している、こういう細かいポイントうまいのがやはり小型の強さなんですよね、ヘルスファンが刺さって画面足バックステガリの立ち下段が通る、さあこの体力が決まってしまうか、さあコンボ決まらない、ここでリバーサーからの大神中段、無敵中段のリバーサー打ってくる、ジャンシー、これはラグの体力だともう1回で決まってしまいそうだぞ、あとダーキャン、これはゲージがないか、ラグの体力だったら決まってしまいそう、怖いのでバースト、リビが刺さる、さあ D ソウル透かして馬の骨が一本選手、さあダイナント中段に対しては昇竜拳割っていく、すいませんインフレのディバイなんですね、さあ投げからデッドスパイク出しキャンセル、さあ、ベリアレンツがしっかりバウンドせず、しかしバースト入っていく、さあ戻ってきたジャンプ、さあジャンプなのでモメントなのでね、モメントはちょっと、コンポジターが短い、デッドスパイクが攻め継続フラットサイズ、さあ DF のディバイダーは逃げ読みだったが当たらず、
逆に画面が女性を押されてしまう。さあ中段に対してはインフェルノディバイダーを無敵で割り込んでいく。中段通ってこれはバーストはたまらん、たまった、どっと残る。最後は2位、最後は2位おきに。次にレイチェルさんが東軍アークレボリューションカップ本戦に出場してないプレイヤーが大活躍、大活躍、悔しかったんでしょうね、あんなの見せられて ね、はい。さあやはりこういう本戦に出れないプレイヤーの、ね、強さが先ほど申し上げた通り東軍の強さというか層の厚さ感じますね。さあこれで東軍、あ西軍ですね、西軍残りがガリレオ、フェンリッチ、伊藤スーヤと残り4名になってしまいましたね。そうですね、これはスーヤさんのバルケンハインをどうやって切っていくかがポイントになりそうですね。伊藤さんのカレルが出てきましたね。はい、来ましたよカレル。さあここで最強キャラの一角カレルを出してきた。やはり一度捕まえてしまえば、どちらも殺せるという意味ではワンチャンスの掴み方重要になってきます。さあバルケンハインが先に先頭取る、ダメージ中断通ってバースト使う、エレネッツが引っかかって、さあ画面火事落としていくフォートから、さあこれはバースト使わされない。さあ今のは危ない、中断通る。さあしっかりコンボ決めて、しかし後ろに姉さんがいるこの状況、亀梨の決めなかなか難しい。リバーサーバックしてテレネッツァ、亀梨を背負わせて、さあこれはサギガーフにクルートがチャンシン通って、これはあっと拾えない。さあキャンからさあ狼ゲージが残したかったところで少し時間を使っていく。さあここは中段カード、左足からジャエン挟まれてしまって中段はジャブカード、さあガーフ、キジガーフですね。今の明らかに下段の方が早かったのであまりガード困難連携という感じはしませんでしたら、下段で崩れてしまった、ね、プレッシャーで崩すんですよね。ああいうそうですね、はい、彼はやはりどこで、中下の、まあ、キジガーフといいますかガード困難連携来るかわからないので、はい、プレッシャーがあるんですよね、このキャラの手打ちが。さあチビータイク中段ガード、さあここはビバーチ逃げていく、さあチビータイク、さあここで人間で出っ張り、リバーサーバックスタッシー裏回り、裏回りタッチシーからよく動きますね、このカレルは本当に。裏回りタッチシー、リバーチで玉無敵、さあコンボに当たらずバケン使う、さあ前ビー狼中断、さあどうなる、受け身狩り、コマギャン回避して、ガギャン、まだわからない。さあ羽の上にそこで8人が置いてある、なんという立ち回り、やばいですね今の、素晴らしい読みですね。まあ下に降りる人も姉との間だから別にいいでしょうという意味で上だけ通さない8人でしたね。そうですね。さあそれでも馬の骨バルケンハインが、はい、NO 菊池代と撃破して、はい、だいぶ主要なプレイヤーが潰されてしまった感じありますが、それでもまだ西側はそうです、ね、まあ、やはり関西のカレルの第一人者伊藤カレル、そしてガリレオライチ、ここで連チャンさせておきたいですね西側は。そうですね、うん、特にカレルは連チャンさせて流れに乗せてしまうと大変なことになるので、はい、さあここで登場するのはチンの白面、
出ましたね、カルルを殺すために残しておいたんですよね、この白面。そうですね、はい、やはりかぶせるための白面。東はまだ結構余裕ありますからね、これ。さあ見ていきましょう、伊藤カルル対新白面。さあまず白面は距離を取りつつ触られないようにゲージを貯めていく。膝が目当てに背負わせる、コッパー内が通る。さあ投げから4000を超えるダメージ、そして画面端は無理に置きにましても危ないので逃げていく。さあ無理を当たってしまうが中央なのでもったいなし。さあこの距離、さあデルナッツ当たってしまってまずはく。さあどうする、まずは姉を前に出す。さあ挟まれてしまった、これ危ない、受け止めない。さあ今のも責任、さあこれは殺しきれるのか、本当に。さあ殺しきれますね、コンボ判断素晴らしい、素晴らしすぎる。一本選手は伊藤カルル。さあ第2ラウンド、さあまたもや下がる落ち白面だが、さあ今度は本体が前に出る。さあここはどこで本体に行く、しっかり不要量ガード当てに取って疾風で体力3000なく奪っていく。ダメ足、さあこの位置端を背負ってしまう、怖いぞ。ジャンピン前ビン、さあリーダースターのビバーチェ。さあ白面はゲージがないので時間を使っていく。さあお互い姉ゲージとヒートゲージを回復していく。さあここでボランチ当たってしまう、前リーから一気に画面端、投げ抜けて投げが通る、オーバードライバーストシップまで。さあ落ちん白面が取り返して1-1。さあまたまた下がる、フレーマージンを使って、さあテイクダッシュ通る、下がりくらい 2B からしっかり奇襲エンマ、画面端無理はしない。さあ補正切り、受け身狩りのタッチ当たらずタッチ取れてしまって、当てみ取る、当てみ取る、テイクダッシュ。さあコパン投げはしっかり抜ける。さあ3度目はない、後ろ C からの決勝エンパしっかり見えている。さあこれはギジガーフ、しかも当てみをさせないためのギジガーフですね。これはどうなの、オーバードライブ、後ろに下がる、このしっかり受けて、姉ゲージはマックスに回復したがバーストを失ってしまった。さあ白面のゲージはアップある、バースト使う、おどうなの、どうなの、ジャンニシーで通しに行った。さあ勝ったのは伊藤カルル、これは、さあこれはでかいですね、伊藤さん踏ん張りましたね。なんであなたも姉さんも、そして気づけば多分普段格闘ゲームというものに馴染みがないお客様もたまたま、はい、本日台東ステーション、そうですね、ビッグボックステさんにいらっしゃったお客様も多分普段はね格闘ゲーム全く馴染みがないという方もたくさん見てくださっているようで、はい、あとごめんね、もうちょっと先くんあたりはもうちょっと前出てもらっていいかな、一応そこ強いのなんで。いやすごいな本当に、あそこ前リーガードした後、前 B かテイクダッシュジャンプ2Cとか
わざわざ崩しに行く選択肢だったもんね。そうだね、うん、読み合いをして果敢を取りに行くっていう、まあ一応当て目があるから投げと打撃の二択になっちゃって、うん、それならもう表裏で崩しに行きましょうみたいな。そうだね、しかもあれ 2D とかで取られてもそうそうそう、ま、ダメだもんね、うん、反撃確定にはならないから、まあ、ちゃんと白面用の崩しだったんでしょうね。いや今のとっさの判断、やはりやり込みがすごいですね。勝ちに行く選択肢のとっさに出してくるのがやはりトッププレイヤー。はい、さあ東側はまとまったようですね。ゼクストアズラエル東8人目、ゼクストアズラエル、ゼクストアズラエル出てくる。さあここで先ほど大活躍の、あ、ここのマイクだけで大丈夫、先ほど大、はい、先ほど大活躍の先スクが、はい、すいません、先です、よろしくお願いいたします。遊びに来てくれました。先くんはね、アズライルも使ったので。そうですね、もともとアズライル使いだったんで、今度だけになってここらに切り替えたんですけども。カルルアズライルってどうなの？個人的に言っていいんですから、アズライルで最も辛いキャラはカルルぐらいなんですよ。はいはいはい、なんか俺昔だとアズライルは白面がきついみたいなイメージだったんだけど。そうですね、白面はまあきついはきついんですよ、つまりがきついんですけど、全然まだ増えるキャラにはなるんですけども、うん、カルルの方がきつい。カルルは立ち回りもきつければ押し攻めもアズライル結構どうしようもないんで。はいはいはい、クローラーで50パーの時に強制的になんかその読み合いを置くみたいな。予期はちょっとできないですよね、民情の攻撃はもう全部、うん、あのグローラーは無敵ついてないんで。あ、そうか、人形攻撃を重ねてから彼らの攻撃を重ねるっていう風にすれば、なるほどなるほど、自動的に爆しても勝ってくれるっていう連携になっちゃうんで。あ、それは厳しいですね。それでもゼクソさんがまず1本取ってますね。そうですね、随分早い、もうゴリ押しで全然いければいい組み合わせなんで。やはり組み合わせ的に厳しくてもゴリ押しができるっていうのは、そうですね、ゴリ押しできる、まあ、アグライルっていうキャラクターの強みなんで。そうですね、やはり殴りに行って勝てばそれで勝てるっていうキャラクターなんで。この早めバースト、やはり体力の多いアズラエルだからこそできる。そうですね、アズラエルは体力多めなんで、まあ、OD も強いんですけども、早めに使えば終盤でまた帰ってくる可能性がかなり高いキャラクターなんで。さあここは崩れない、崩れてしまう。さあ受け身を取んないのでアメゲージ回復されてしまって、投げは抜けられず、まあ、コパン投げですね。ここは位置が入れ替わって、これでかいですね。しかし後ろに姉がいるのが怖い。投げが通って、さあバースト使わざるを得ない。この状況はだいぶ美味しいですね。これワンコンボで殺せますか？あ、50%なくなっちゃった。あー、どっちか分かんない。今のどっちなんですかね。表なようには見えたんですけど、表なんですけど、見た目的に裏回った時に表返ってきたみたいな感じがしたので、多分ガード方向を左に出てましたね。そうですね。さあテレネッツァ、あの新技テレネッツァ、まあ、CP かもしれませんね。相当強いと思います。なるほど。さあ画面に追い込まれてしまって、コンボが高いですね。姉をしっかり休まれつつダメージをしけ取っていくと、暴れていく。さあコパン投げとかじゃいかなかったですね。タッチパンが通る、裏回り、さあ次当たったジャンピーカウンター、ブラックオークスティンガー、伊藤カルル敗れる。いや素晴らしい援護判断でしたね今のは。いやなんかその細かいポイントで空対空の取り方というか、う、ね、触りに行き方がすごい上手かったですね。カルルがもう飛んだらこっちも飛んでっていうの
徹底してやってましたね。やはり彼対空も強いキャラなの で、ね、一方的にかぶせようとしても前 A だったり、ね、2C だったりは怖いと思うんですけど、飛ばれてる時であればそうですね、飛ばれてる時であればこっちも空対空で戦いになるんで、やはりあそこで空中ダッシュをうまく使って裏から殴るタイプのジャンプ B を使うっていうのがすごいうまかったですね。とにかくもうジャンプ B をカウンターさせることがアズライルの第一歩になるんで、やはりやり込み裏切らないですね。素晴らしい、素晴らしい低空ダッシュ B の使い方がもう素晴らしい、タイミング完璧にやってたんで、そうですね、はい、あまりにカウンターしてて、はい、やべえなと思って、アズライル使いあれがもう必須なんで、もうやべえよこのゲーム。関東、今回だって15音で活躍してるプレイヤーがほぼアークレも出てない、出てない、そうなんですよ、出てないプレイヤーばかり。ついに西の新道フェンリッチ出てきましたね。おっとこの人ですね、僕関西行った時ねちょっと対戦できなかったんですけどね、はいはい、見たんですけども、この人は本当に素晴らしいの一言でつきます。やはり西の人間がすごい、はいはい、エネオドグラガリオ全員大絶賛のプレイヤーです。俺もちょっと見ただけで素晴らしいプレイヤーだと思ったんで、ちょっと期待してみたいと思いますね。さあここの立ち火は強い。さあオーバードライブを使って画面張ってコンボ決めて4戦近く、さああそこで一瞬後ろに引くっていう、下がりすぎないけど様子見するっていうような感じの距離の取り方、ね、言ってしまうとあまり若いプレイヤーのはずなのにスタイルが全く若くないそういうタイプの人間です。お前これしたいんだろっていうのはもうなんか分かってるかなみたいな感じの手をしてきますね。つってつってつってでもうしっかりこれも殺しきると、でコンボも高い、素晴らしいです。少しやるよ。さあ一本選手はフェンリッチ陣、さあ西対空見てますね、まあ、見てるのよ、今のは多分読んでたと思うんですよね、さすがに。さあここバックスで回避していく、さあジャンピングかぶせて昇竜拳も読んだか。ああいうちょっと遅らせた技で崩れてしまうというのもなんかあまり若い者らしくないという、そうなんですよね、こいつファジーしてるんじゃないかっていう、そうそうそう、後ろ投げこれはでかい。さあ投げが通って、さあバースト使っていく、強気ですね。ジャンピカウンター確認してる、村回り立ち火、石化陣からこれは歴史上中央拾いはしない、裏回り下段、いやらしい、使う、見える、さあ投げているのはフェンリッチ陣、さあ勝ったのはフェンリッチ、いや最後の泥試合感もかなり若いプレイヤーにはあまりない後ろ投げになってしまいましたけど、いやあの速さは逆に若いでしょ、逆に若いかでも僕が見た最後のフェンリッチ君が、CS2 の時の 5-on-5 だったんですけども、まあ、あの時ってやっぱりちょっと距離感がおぼつかないなっていう感じのイメージがあったんですが、今見てみるとやはり距離感とかもすごい上手くなったので、そうですね、もう一気にもうここ数年で一気にめきめき伸びていったプレイヤーみたいなんで20段のカードが出てきた。そして東が出てくるのは初雪神楽ということで、竹の子さんの神楽ですね。竹の子さんの神楽ですね。この神楽何がすごいかというとやはり破壊力、そうですね、神楽、神楽ってこんな強いんだって思わせてくれる、そのあこっから死ぬんだ、あすごいこれで死んじゃうんだこのキャラっていう、そういった部分にやはり竹の子さんには注目してほしいです。そうですね、はい、神楽は弱くねえよというのを見せていただきたい。やはりスタンダードキャラに対してはやはりこのキャラめっぽう強いキャラなので、そうですね、なんといってもハクナが強いんで、この飛び道具をまず対処できるスタンダードキャラがいないんですよね。そうなんだ、なんだかんだでやっぱりあの飛び道具かなり強いんで、さあこれはまずい、歴史を拾い、石化ダブル石化、さあハクナに、いやあそこで溜めてるのやばいですね、しっかり溜めてましたね。さあダブルセッカーから中段、さあフェンリッチ強すぎる、この神使い強すぎる、これは強い、やはりちょっと大会が苦手というか
あまり大会慣れしていないという情報を聞くので、若い系のだってやっぱり経験が大きい舞台ではなかなか活躍っていうのを耳にしませんけど、やっぱりリラックスでプレーできるような状況であれば相当な強さですね。今日は後ろになんといっても世界覇者がまだ控えているんで、そうですね、まだまだ自由にやらせてくれよと。ここは知っている。さあ神楽戦ちょっと詰めてるっぽいのがすごいですね。しっかりそうですね、神楽そんなにないキャラクターなのにしっかりカッカーを取っているのが素晴らしいところですか。わあ、これ俺知ってるって感じしますね。やっぱり知ってる、読み合い強い、これが振動。あいつ本当に10代かよ。確かに、いやでもカッコンゲームをやってるプレイヤーの読み合いに近いと思うんですよね。さあこれで西側もだいぶ盛り上がってきましたね。先くんにはあと1試合、あ、じゃあ馬田に代わる、馬田に、じゃあ先ほど活躍の馬の骨バルケンにマイクをちょっとお渡しして遊びに来てくれました。あ、こんにちは、お疲れ様です。お疲れ様です。すごかったね。いやー、やっぱりね、やっぱ応援がとかあるとやっぱりすごい落ち着きます、うん、安心しますね。やっぱ15音って最大のチーム戦みたいなのがあるから、はい、チームメイト多いとやっぱ楽しいよね。やっぱり楽しいですね、うん、みんなに盛り上がれるのがやっぱいいですよね。いやさっきのやばかったね。あ、でも馬の骨は三立て、三立てですね。 NO が、小型タンと、菊池さんか、はい、いやなんか途中ヒヤヒヤした場面あったけど、小型タン戦とかもすごい読み勝ってて、あ、ここでうどんの狭間が出てきますね。あれサブキャラで狭間とかやってるんだっけ。サブキャラは狭間使ってないですね。テルミか、テルミですね。さあ昨日ベスト4うどん狭間が出てきますね。レベル1、俺もちょっと応援していきます。 OK です、ありがとうございます。さあまずはかぶせていく、三振カウンター、ザバキュッてしまう、送らせて、コンボが高い。さあ画面端、はい、さあこの位置、ゲーダーが通る、ジャバーキーで距離離して、さあ画面端にあまり痛くない。さあ今の空投げでやったのやばいですね。やばい、完全に読んではいるんですがちょっと噛み合ってなかったので中断通ってしまう。さあここでヒレンソを切り返していく。さあゲージを使わず拾える判断、ほぼ今最先端ぐらいの拾いだと思います。この位置コンボを決めていく、台が抜けて返しはしっかり飛んでいる、オーバーダイブ、さあ5点陣ガードしている。これは決まってしまうのか、マジでまだ死なない、いや死ぬか、死なないでしょう。あ、死んだ、ギリギリ死んだ、なんというコンボ判断、やばいですね、やばい、斬新、下段食らってしまう。この辺はさすがにしょうがない、パーシーの仕様がないので、ね、さあ開幕4戦奪って画面端、投げはキレイソーで切り返す、先手裏回れていない、坂上くらいで下段をカード中段もらってしまう。さあ立ちに押すのが早い、さあ残にしいから玉座よくであれば拾えたか、台から画面端に追い込んでいく、これはどこでバーストって、ここでバースト使う、当たってしまう、最後お天神、あとこれは殺しきれないが、投げが通る、かっこよすぎる、しんどー
さあコンボセンターがかっこよかったですね。最後の必勝点から効果表示、うん、これは素晴らしいな。確かに西軍が押すだけありますね。強いですね。強すぎる。さあこれで東軍残っているのが両レリウス、鉄道心得、荒野ノエル、ラズカルル、流星カルル、土屋ライチ以上ですね。まだ東軍まだ余裕がありますね。まあでも言うほど余裕がなくなってきましたね。ああまあまあまあ追い込まれてはいないぐらいですね。まあ、やはり西側残ってるのはフェンリッチ、ガリレオスーヤということで、うん、まあ、名だたるプレイヤー3名が残ってるので。そうですね。さあ次決まったようですよ。さあここで出てくるのは荒野ノエル。さあこの組み合わせ、まあ、個人的にはやはり陣側が相当厳しい。あ、そうなんだ。あのノエルの 2A に地上戦で勝てる技がほぼないので、ほう、まあ、完全に先置きをしないといけないんですけど、まあ、その辺でもやはりフェンリッチは先置きも見た感じでうまいのでですね。その辺どうなるかという感じです。ジン・キサラギ。さあ時間を使って、まあ、精神統一といいますかキャラ体を思い出したり、まあ、ここでそのなんていうんですかね、まあ、想像力というかどういったことをみんなイメージしてやってるのが人それぞれだと思うんですけども、まあ、僕だったらここは実際いつも、まあ、自分が勝ってるモーションというか自キャラの勝ちポーズなんかをねイメージしながら時間を使ってたりはしますが、ほう、大谷さんもね結構ちゃんと時間使って集中しますからね。そうですね。それがちゃんとプレイヤーにもプレイ内容にも出てるんでぜひ注目してほしいですね、その集中力。さあ、東側は11人目、西側13人目、フェンリッチ対荒野ノエル見ていきましょう。さあお互いつかず離れず、ヒッタンダウェイに近いが前へ透かしている。バックステイタッチ B が引っかかって下段角、ここで飛びに引っかかる。バースを使ってさあここからどうする、前へタイプ、これ見逃しませんよこういうとこ。さあ画面端から中央から一気に画面端に持っていく。さあヒレンソ、ヒレンソのヒット率やばいですね。暴れていく、しかも立ち火になってしっかり直画してからの暴れだったので、さあこういうポイントキャラ対策でしょう。あー直画からの、今のは列強ですね。さあこの位置裏回り、さあ画面端持っていって、さあフラッシュトリガーも使う。さあもう一回置き攻めで殺しきる三段、最後は前ジャンプ一本、選手はフェンリッチ陣、うますぎる。さあジャンプしてかかる、これは美味しい。さあ一気に画面端まで追い込んで、中段通ってしまう、下段バースト読んで、さあコンコには当たらず、あーっとどうなる、どうなる、まだ上がんない、ジャンシック時間だ、これ美味しい、2D は当たらない。さあこのヒットの上中段通ってしまう、下段通る。さあこのラウンドはまだこれでは決まらない、起き止めよ。さあ雪風を使ってくる、
クラッシュが割れて、さあしかし指導も増え 80% なので、さあ、まあ、これは防ぎに行く。さあここからどうなる、どうなる、イレスのカード、あーどうなる、ゲラがどうる。さあ1本取り返して最終ラウンド押し切った。さあ対空を狙いつつ、ここで空対空からベリーが座る、ジャイアンから落として、さあこの距離お互い飛びにくいはずなんだが当たってしまう。さあこの距離ジャイアン空対空、これは落ちない、これは痛い。じゃあリバーサージャンプ DB、 これはゲーダーが通る、ここでバーストって、まだバーストない。さあここからバースト読んでいる、バースト読んだ、完璧です。さあここで荒野のエルがフェンリッチを倒す。出てくるのはスーヤマルゲハイ、まあ、ビッグワン勢が相当残ってますよ。完全なるミュージアイケツっぽいですね。そうですね、はい、さあここでスーヤ副将、スーヤバルゲハイが出てきますね。大将残るのはやはりエボハサガリレオということで、ただ大将に行く前にもう一山ありますよ。このスーヤバルゲハイもねやはり強豪プレイヤーということで、もともとついこの間までは関東でプレーをされたんですが、また関西の方に戻られてしまったということで、今回は西軍での参加となっております。東軍残っているのは両レディス、鉄尾九重、荒野ノエル、ナズカルル、風星カルル、土屋ライチ、以上です。ラズさんも負けました。ああごめんごめん、ラズさん負けてるか。じゃあそれラズさんが抜けて、両さん、鉄尾さん、荒野さん、流星さん、土屋さん、以上ですね。さあ副将のスーヤバルゲンハイ、ここはぜひともなんとかね、西軍としては絶対に取らないといけないポイントなので、さあジャンピー当たって亀梨中段通る、さあ前に出てエース下に下がると、まあ、なかなかそのプレッシャーをかけるフェイントを使っていく、でダンのところでバースト使う、さあここカウンターコンボになる、バックジャンプやってしまった。ジャンピーからしっかり前へ伝えていく、さあ画面端追い込んで中段通る、バルゲハイにもこのコンボが入る。さあ一気に体力奪って背中のガーが読んでいたのか、日本選手はこう思える。さあ第2ラウンド、さあ落として右がリバーサル通ってしまう、画面外してまして、さあ指導はなかなか減る、いやそうでもないか、しかし状況がとてもいい、ゲラ通ってしまう、バーストを使って、さあここはうまく上を逃げていく、カウンター拾っている、こういうしっかりした部分がやはり強いプレイヤーのところですね。さあ立ち落として中段当たる、人間に戻って大波ゲージを回収しながらコンボを決める。さあこれはどうなる、ガーキャン突かしていたか、下段ガード中段ガード中段つかず前へ
今のスライド前やばいですね。やばいですね。さあ置き攻めは何を選択？背中の中段トップスライバーストがないぞ。決まってしまう。さあ高野が一気にダイソーがありのまで引きずり出す。あとヒット、あとヒット、あとヒット。さあじゃあ完全な集中をして臨んでもらいたいですね。変身できるってすごいですね。あと尻尾も触っていいですか？実績から言ってもこの人がBBCP バージョン1シリーズ最強プレイヤーと言っても過言ではないでしょう。そうですね、ガリロさん去年覇者、去年2タイトルですね、はい、レボとアークレボ、そして今年も準優勝ととんでもない実績残しましたね。本当にやはり最強プレイヤーと言っても過言ではない、はい、さあ西軍大将ガリレオライチ対して東軍には先ほども申した通りリョーレリュス、鉄尾ココノエ、高野ノエル、流星から土屋ライチと、ガリレオさんはご立てしないといけないですね、このラスボス級のプレイヤーたちを。名前すごいですよこれ、ガリレオさんのイカンドマリアの、イカンドマリアのすごい名前持ってきましたね。3巻目は何の対があったんでしょうかね。ね、うん、あの関西でプレイされてるミカン野郎っていうプレイヤーがいらっしゃるので、はいはい、多分そちらの方のプレイヤーでも初めてのミカン野郎だと思うんですけども、ノエル・ヴェルミリアン。さあガリレオライチどこまでいけるのか。大将ガリレオ対11人目高野ノエル。さあ高野君もなかなかそのライチと BB に差し込んでいく。ダメージ、しかしライチは棒を持っている、まだ読み合いにある。さあ勝利権パナしてガードだけ死んでもいいという勝利権ですね。上棒から勝利権、これは棒がないぞ。さあここ落としていく、しっかり拾っていく、うますぎる。天才背中の、さあしゃがみくらい、しかし2エースならねまだ死なないでしょう。えこれはまだ死なないでしょう。さあここから読み合い、ストリケン読んでいた、さあガーケン読んでいる、ガーケン読みがうますぎる。さあ高野ノエルがリーチをかける。さあここはちゃんと逃げて2D 引っかかる、この立ち回り。さあやはり関西ノエルがいないというのもあって、ノエル戦難しいと思うんですよね。このキャラしっかり体操変わってないと立ち回りで一気に交差してしまう。立ちに刺さる、画面端ワンチャンス、しっかり連携はもう連携は組んでるんですよね、ちゃんとノエル用の。さあやはり立ち回りが難しい。さあお互いエグリは一気に詰め寄っていくが、中段下に BP に並べている。最大破壁、ザンディが刺さってしまって、さあ下段ガード中段通る。さあここからまだバースト打たない、下段ガード、さあ浅くするガード、ダンスロッキー、ダメ足ネット当たっているが、さあ残りの力1割止まる、 DB が刺さる。さあ DB 数はそこまで減らないが、大きい攻め、勝利拳から崖使っていく、ジャンピー中段暴れている、
あー、ロンピー暴れた。さあ、勝ったのは東日本、おめでとうございます。はい、じゃあ。